いやーちょっとちょっと、もう今なんか始まる前にすごい喋ってたでしょ、はい、ここてっちゃんねるですから、てっちゃんさん進行でいいんですよ、そんなことしたことないけど、そんなことないねということで改めまして本当に本日ゲスト2人来ております、てっちゃんさんそして京原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。てっちゃんねるのゲストといったらやいこちゃん、しぞの真央ちゃん、それ以来ね、ね、うん、ついに実現しました。ありがとうございます。第3の男ですよ。今ね、ずっと言ってましたけど。第3番目のゲストです。何言ってんですか。はい、ここのだから共通点というか、デビューみたいなこと。俺はあの、うん、覚えてるのは、うん、もちろん昔もよく対バンとかさせてもらってたんですけど。あ、松岡君忘れてるよ。ソフィア松岡みたいな。じゃあ第4の男ですね、俺は。ごめん、引いた。そうだ、松岡さんも来てくれた、てっちゃんねるに。なるほど。そうだ、あの超パーティーの時第4になっちゃったね。第4になっちゃったね。どこ失礼しました。そうだいぶ計算くれた。さすがみんなやっぱファンの方が詳しいな、これ。そう、あの時ね、超パーティーの延長だったからごめん、言い訳させて。うん、ね。ということで、え、一番じゃ最初にやったの、いや僕は第一印象。あ、それはもうもうむちゃくちゃ前だ。むちゃくちゃ前だよ、もうほんと。もう2人とも生死ぐらいの時ですよ。わかっ、生死同士。ちっちゃ生死同士。だってこっちね、岐阜というか中京地区、こっち関西どうなんですか、会う接点は。どこ、東京だったんですか、それとも大阪の方だったんですか。あれは大阪じゃない。お、いや一発目、本当。俺でも岐阜、岐阜にも、岐阜にも行ったよ。あれ、行った行った。岐阜は来てないでしょ。行った名古屋でしょ、名古屋でしょ。名古屋だっけ。いや、岐阜ライブハウスないもんだって。あ、そっか、名古屋かな。名古屋のライブハウスと岐阜のナンバーロケ、あ、じゃあ大阪のナンバーロケ、ラルクで、みんなで車で、ラルク号で、機材車で見に行ったことあるよ。え、覚えてない。うわ、すごい。覚えてないです。岐阜じゃないかな、メンバー全員で。いや、それはないな、名古屋じゃないかな。名古屋だっけ、うん、